車両と都市ミニバスは、佐賀県鳥市市が国道交通対策課を所管として運行するコミュニティバスである。都市内の西鉄バス路線のない地域や、西鉄バス路線が廃止された地域で運行するコミュニティバス形態の公共交通である。鳥市駅、またはフレスポトスを奇襲点とし、鳥市駅、鳥都市中心部に比較的近い場所を運行する3路線と、鳥都市南部、 南西部の浅市地区で運行する一路線があり、いずれも循環路線である。都市駅周辺部や幹線道路上などを除き、停留所以外でも自由に乗降できる、フリー乗降性となっている。全路線とも、地元タクシー会社が運行しており、トヨタハイエースのジャンボタクシー車両を使用する、定時定路線型の乗り合いタクシーである。運賃は200円均一である。 柏駅の西側の地域と鳥ス駅、フレスポトスを結ぶ路線。日、日・土曜日に7本が運行される。運行事業者は、トス港内タクシー。全便とも同一方向で運行する。市東部の地域と鳥ス駅、フレスポトスを結ぶ路線。日、日・土曜日に7本が運行される。運行事業者は、クルメ西鉄タクシー。左回りと右回りがあり、交互に運行される。 市南部、南西部の地域を運行する路線。かつ水、金曜日に6本が運行される。運行事業者は、久留米西鉄タクシー。左回りと右回りがあり、交互に運行される。栖市ミニバス10月1日から、実証運行を開始し、ホートス2009年8月1日号。P50 月から、ミニバスルートダイヤが変更し、ホートス2011年9月1日号。 P3 いつでも、どこでも、みんなの、ミニバス、路線バス司法トス2012年9月1日号、P24 月から、ミニバスの運行内容を一部変更、延伸します司法トス2013年3月1日号、P8 ミニバスの運行内容を変更司法トス2015年4月号。ありがとうございます。